めっちゃ手綺麗だな、左下の人。ねえ、めっちゃ手綺麗じゃない？はい、どうも、ピオキングです。今日はですね、世界の遊び大全 51?51? どっちだろう。まあ、どっちでもいいんですけど、このゲームをやっていきましょう。まあ、このゲームはですね、タイトルの通り、世界中のゲームが51個積み合わされたゲームなんですよね。それじゃね、早速やっていきますか。1台で遊ぶ一人プレイ。いつも思うんだけど、僕一人プレイなんだよね。さて、僕たちが暮らすこの地球、この地球上で僕たちの先祖は石や紙を使ってさまざまな遊びを生み出してきたんだ。そんな世界の遊びを紹介するのが僕、遊びガイドのラッセルです。よろしく。ラッセル、なんかイケメンっぽくない？ねえ、かっこいいんだけど、体格いいな、めっちゃ。君のことを教えてもらえるかな？あ、いろんなんから選べれるんだ。え、どれにしよう。え、めっちゃ悩む。こういうのめっちゃ悩むんですよ。ありすぎじゃない？これでいく？この少女。この少女でいきましょう。髪の色は、まあ、金髪でいいか。で、肌の色は一番白くて、好きな食べ物は、どれにしよう。結構あるだ。やっぱステーキでしょ。で、欲しいものは宝石店。この女の子、宝石店。結構がめついな、この女の子。それじゃあ、ぬいぐるみぐらいにしとく？かわいいし。って言いたいところですけど、僕がリアルに欲しいのはこの猫ね。割れた腹筋もいいね。割れた腹筋。タイムマシンとかめっちゃ欲しいじゃん。タイムマシンとかあったらいいよね。服の色決めたいな。君が好きな場所はやっぱ福岡でしょ。適当だなこれ。めっちゃ適当だな。めっちゃこの辺みたいな。どこそれ。九州は九州だけど。で、接続しています。オンラインでやるのかな。コンピューターとやることもできると思うんですよ。で、飛行機が来て、何このストリートファイターみたいな。最初の遊びガイドが到着したみたい。まずは彼らのおすすめを聞いて遊んでみるといい。すぐに遊べる世界の遊び、タッチで対戦しよう。任天堂のアナログの遊び。この遊び知ってますか？じゃあ、このちょっとよくわからないけど、すぐに遊べる世界の遊びをやってみよっか。すぐに遊べる世界の遊び、知らなくてもやってみれば楽しい世界の遊びをセレクトしました。めっちゃある、めっちゃある、やばい、めっちゃある。ねえ、めっちゃあるね。あ、これ楽しそう。トイサッカー、こんなんあったよね。子供の頃僕よくしてたんですよ。ゲームではないですけど、こうなんていうの、おもちゃであったんですよね。勝負だ、勝負だ。よし、勝負しましょう。男の子ラッセル、こうあったあったあった、こういうの。よし、めっちゃ好きだったこれ。で、これがトイサッカーね。なるほど。遊び方はコンピューターの強さ。え、コンピューターの強さどうやって変えるの？え、選べれないんだけど。まだ普通しか遊べれないってことかな。まあいいや、遊び方見てみよう。いや、遊び方見たけどさ、なんか A ボタンでなんかキックするとか、そんな何も書いてない。マジで何も書いてない。まあシンプルに上下左右と A ボタンでいいと思うんですよ。ほらほら、あ、A ボタンで右回転で、Y ボタンで左回転か。OKOKOK。あははは。よし、いけいけいけ。これはもう、もうこうするしかないよね。よし、決めろ、決めるんだ。38秒。よし、いけ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 。ゴール、ゴール、ゴールを決めろ。あははは。これめちゃくちゃだな。やば、こんな感じなんですよ。実際ね、実際のこのおもちゃもさ。ちょっと待って、よしよしよし。ちゃんとキープしよう、キープしよう。OKOK。よし、ゴール、いけ。よっしゃ。あははは。まあ普通だったらこんなもんかな。よし、それじゃあキックオフ2回目。まあ2点3点とこのままどんどん取っていきますか。おお、ちょっと危ない危ない危ない。よしよし、で、回せ。おお、ちょっと危ない。ちゃんとゴールしよう、ゴールしようじゃない、キーパーしよう、キーパーしよう。よしよしよし、危ない危ない。ちょっと待って、自分でゴールしちゃう。ちょっと待って、よし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 、オッケー。あー、よかった。1対0か。これリアルな、なんかサッカーっぽいね。サッカーも実際1対0みたいな、そこら辺で終わらん。よし、これはどんどん攻めるんだ。よしよしよし、いけ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 。このまま左回転、左回転。あー、もうちょっと。あー、キーパーうめえな。よしよしよし、キック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 。よし、
ボレーボレーやったきた2対0。いいね、これめっちゃ面白い。これやばい、シンプルなんだけどやっぱめっちゃ面白いね、こういうの。よし、キックキックキック、いけ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 、よし、キックきた。これうまくない？これめっちゃうまいんだけど。4点目いくか。これもう勝ち確でしょ。残り18秒で3点負けはないな。よし、キック、オッケー、入れろ。あと1点、あと1点は取りたいな。いけ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 、よし、オッケーで、キックキックキックよし、いけ、よしよし、あと1点、おりゃあ、あー届かねえ。あ、え、なに、あ、まだあんの。よしよし、入れよう。あと1点、あと1点、もうちょい、キック、よし、ゆっくり入れよう、ゆっくりしよう、ゆっくりちゃんと、ちゃんと、ちゃんとちゃんとしようぜ。まあいいか、まあいいか、ウィーナー勝ちました。これで勝ったからもしかしたら次のコンピューターのレベルが出てくると思うんですよね。あ、ほら、やっぱ強いが出てくるんだ。オッケーオッケー。まあこのゲームはいいから、ちょっと他のやっていきたいと思います。これ絶対面白いよね、野球。こんなゲームもさ、ゲーセンにあるよね。なんかガムが出てくるやつ。お、どうした、ヘイヘイ、いくぞ。早くない、球。もういっちゃこい。めっちゃ球速くない？いけ。これカーブとかあんのかな。おお、ホームランか。この男のラッセルがイエーイとか言ってる。お、大人げない。いや確かに大人げない、めっちゃ大人げないぞラッセル。やっぱ書いてないね、 A ボタンで打つとか。まあ、早速遊んでいこう。もやって覚えれってことでしょ。ちょっとまだ3イニングがどんくらい長いかわからないけど、よし、それじゃあスイングするか。うわ、速っ、めっちゃ速っ、球速くない？よし、それじゃあしっかり狙っていこうか。オッケー、アウト。難しいこれ。でもこういうシンプルなんかめっちゃ楽しいよね。よし、もう一丁、いけ、アウト。嘘、マジかよ。これを3イニングか。いけ、アウト。アウトしかない。三者凡退かよ。よし、それじゃあ次僕がピッチャーです。お、シュートとカーブある。チェンジアップもあるんだ。なるほどね、アウト。チェンジアップは遅いのね。ちょっとじゃあカーブしてみる。カーブは A ボタンだったっけ。え、待って待って、え、なんこれ、え、これヒットでいいの。待って、カーブのやり方が分かんない。よし、オッケー。カーブとかどうやってしたっけ。カーブは横押しながら A ボタンとかかな。え、ちょっと待って、ちょっと待って、敵上手くない。待って、これやばい。よし、このまま投げる。よしよしよし、一点も取られないようにしよう。よし、これでインを攻めよう。イン攻めよう、イン。わー、危ねー、怖いな、めっちゃ怖い。行け、おーし、よしよし、これ三振させたいね。行け、あー、今のヒットファールでしょ。そっか、人に当たったからファールなんだ。エラーっていうことかな。やばい、これはまずい。これはとりあえずツーストライク。お、あー、ヒットじゃん。え、っていうか人に当たったよね、今味方のさ、味方に当たったよね。今のアウトでしょ、本来だったら。うっそ、待って、ボロボロ。コンピューター強くない？よし、しっかりアウト取っていこう。アウト、オッケー、チェンジ。よし、これで僕の番ですよ。2点か、取り直したいな。ホームラン、いけ。いや、球速いんですよ、マジで。これめっちゃ速い。いけ、おーし、来た、ヒット。スリーベースとか来たら1点入れれるんですけど。おーし、来た来た来た。やった、これヒットすればもう1点入れれるな。アウト、いけ、やった、満塁。これ満塁、それとも一人帰る？やった、一人帰った。これ同点来ますよ。いけ、くそ、早かったな振るの。もう一丁、もう一丁、おりゃ、
やった !3S! これはでかい。これ逆転じゃん。よしよしよし、逆転しました。これはホームランいけ。やった。まだワンアウトでしょ。4対2か。これはまだ勝てるかもしれない。ボロ勝ち、ボロ勝ち状態。これ熱い熱い、これめっちゃ熱い。アウト。アウトか。まあいいや、次があります。ここで打つ。アウト。まあまあ4点も入れたし勝てるんじゃないかな。まあ、全然いい全然いい、まあ、こんくらいのヒット全然いい。これ多分ね、内野と外野がね真ん中らへんに来たところが一番いいと思うんですよ、投げるタイミングっていうのかな。まあ、あんまり端っこに寄りすぎたら結構隙ができちゃうから。今のありえんくない？味方に当ててヒットはちょっとひどいよね。これまずい。うお、もう満塁じゃん。これちょっとまずいな。嘘でしょ、最初の三者凡退が痛かったな。よかった、危な。よしよしよし、ダブルアウトとかあればいいよねこれ。いけ、せめて2アウトまで持っていきたい。よしよしよし、危ねえ。あと1回アウト、ここで取っていきたい。あー惜しい。おー、よしよしよし、勝った。これ勝ちました。ピオキング勝ちを確信してます。アウト。マジかよ。いけ、あと1点欲しいね。3点差あればまあ大丈夫でしょうきっと。アウト。ちょっと待って、1点も入れれないパターンこれ。あ、入んな入んな入んな。あー、おーおー、よかったよかった、今入ったと思った。救われた今、めっちゃ運営さんに救われたわ。いけ、アウト。意味ないね、さっきのヒット意味なかった。さてここで2点以内に抑えればまずい。ここで抑えればいいんですけど、2点以内でしょ。とりあえず3点入れれなかったらいいと思うんですよね。チェンジアップしてみるね。チェンジアップしてみようか。あ、ホームラン。嘘。ちょっと待って、これ1点入れられたら負けでしょ。待ってくれ、やばい。延長に持ち越したい、せめて延長に持ち越したい。やばい、これあと1点か。あと1点入れられたらさよならだ。よし、危ねえ。やっとワンアウトだ。これホームランを打たれないようにしなきゃいけないな。よし、次イン攻めようか。いけ、やば、これまずいぞ。で、ツーベースでも1点入れられてさよならだ。まずい、まずい、まずい。よし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 、空振りしてくれ。よっしゃ。よしよしよし、まだチャンスある。これでいけ。よし、オッケー。ど真ん中行ってみる。いけ。これはね、コンピューターとやるより絶対ね、友達とかとやった方がめっちゃ楽しいと思います。これね、面白かったな。さて次はこれいきますか。エアホッケー。これはもうね、ルールは多分見なくてもわかると思う。説明いる？いや、いらないよね。いらない。ラッセル、その通りだ、絶対いらないと思う。もうスキップしよう。よし、それじゃあ早速やっていこうか。これはね、もうアナログスティックを動かすだけでいいと思うんですよね。よし、いけ。あ、A ボタンでなんかスマッシュみたいなのできる、ほら。そんなんあるんだ。いけ。あ、コンピューター普通は弱いな、きっと。ほら、なんか遅いもんね。え、これ多分勝てますよ。いけ。これ自滅しそうだな、でも。待って待って、ちょっと、あ。まあまあまあ、これはいいや。まあこれね、絶対勝てると思います。めっちゃ自信ある。自信あるっていうか、これただコンピューターそんな強くないと思う。ほら、
ゲームはすごく強いあたりでしたらね、きっと楽しいと思うんですよね。ちょっと5点取って、ちょっとコンピューターのレベル上げてもう一回やっていこうかな。いけ、あ、これ入った、もしかして入ってないな。いけ、よし、狙っていこう。 OK、 まあこんなもんですよね。普通は弱い、こんなもんじゃちょっとつまらないですから、ちょっと強いやってみようか。強いもまだまだと思うんですよ。やってないから何も言えないけど、多分強いぐらいじゃさっきと動き全然違えな全然違えな。結構1段階上げると上手くなってるけど、まあそれでもまだまだだな。よし、いけ、ほら、やり方もだいぶ分かったし、1点もやらないで勝てるんじゃないかな。 OK、 やばい CPU とやってみたいね。えめっちゃやってみたい、どんだけ強いんだろう。いけ、これシンプルに楽しい、本当にこれめっちゃ楽しい。なんだこのゲームはなんだこのゲームは、めっちゃ楽しいじゃないか。いけいけ、でこれスマッシュスマッシュ、いけ、あ、入った。まあ、勝ったけど、これじゃちょっと物足りないし、強い CPU ぐらいから強いのかな。やっぱりやばいぐらいまで勝ちたいよね。うっそ、今のはちょっと違う、今のちょっとね、僕が悪かった。いけ、ちょっと待って、めっちゃスマッシュえ、なんかおかしい、え、なんかおかしい、な、俺のところのここさ、なんか磁石かなんかついてんじゃないの大丈夫、よし、いけ、あ、ガード硬えな。よし、めっちゃ硬い、ちょっと待って、あぶねー、いけ、あ、めっちゃ硬い、ま、自分がやられそう、これ集中していかないと、あ、めっちゃ硬い、本当に、よし、いけ、ガード固めよう、俺もガード固めようか、いや、ちょっと攻めていこう。おーし、オッケー、よしよしよし、強いな、やっぱ。よし、もう1点、もう1点、あー、惜しい、いけ、なんか来そうだな、スマッシュ。よし、ここか、よし、あ、いけ、よし、これ無言になるわ。あー、待って、やばい、あと2点だ、待ってくれ、負けたくないんだ、 CPU に。いけ、ちょっと待って、惜しいところまで行ってんだけどな、めっちゃガード硬いんですよこの CPU。 よしよし、マッチポイントまで攻めて持っていきたいな。なかなか入んないな、これ斜めからやっぱ攻める方がいいのかな。おーし、 OK、 ガラ空きだぜ。でこのまんまここスマッシュしていく。あー、待って、まずい、マッチポイント、ちょっと待って、やばい、いけ、これちょっとガード固めていきますね今回。あんまり攻めてるとやられちゃう、多分ガード固めたら点数あんま入んないのかな。よし、いけ、ここ OK、 よしよし、デュースかな、これデュースとかあるのかな。よし、勝て、4対4、これは、あーくっそー、え、めっちゃ悔しい、これマジでめっちゃ悔しい。ちょ、もう一回するわ、ちょ、待って、早くない今の。よし、 OK、 リベンジいきたいと思います。今度はね、ちょっと守りのこともしっかり考えながらいきましょう。だいぶねコツがつかめてきましたから、今度はね勝てると思うんですよ。いけ、ここ、ここ、真ん中ガラ空きだぜ。よっしゃ、今度なんか結構余裕に勝てそうだな。オッケー、なんかね めっちゃ上手くなってるんですよね僕いけ、よし、0点で勝ちたいけど無理だったか。ここ、よし、この辺か、待って待って、ちょっと入れられてきてるな。よし、ここか、オッケー、よし、勝ちました。これでね、すごい CPU と戦います。違う、やばい CPU か、これは楽しみだぞ、やばい、多分相当強いよ、もう動きとかもなんか瞬間移動してるみたいな感じになるんじゃない。めっちゃ速い、なんかマジで瞬間移動してるこの人、え、そんなに強くないで、これ勝てるんじゃない。
やばい CPU に勝ったら俺もうやばいピオキングだよ。もう やばい超えるか。もう神のピオキングみたいな感じになれるかもしれない。おっしょっけ、待って危ねえ、ここがガラ空き、くそ入らんかった。結構真ん中ガラ空きの時あるんですよね CPU。 その時をね狙っていこう。バカめ、自滅しやがったな。よし、あー待って危ねえ、よし危ねえ。結構守りしっかりしてきてるね。来るぞ、スマッシュ来るぞ。オッケー、よし、ここ、なかなか守り堅えな。うおい、えい、えい、あぶな、あぶな。よしよしよし、ちょっと一旦落ち着こう、一旦落ち着こう。ここめっちゃいい勝負してるめっちゃいい勝負してる。うお、よしよしよし、やばい CPU に一点も取らせないピオキング、もう神の領域まで達してきましたよ。これエアホッケの神、いけ。え、何、よし来たか。やっぱりここ、斜めに打っていこう。何やってんのえ、何やってんの。やった、これはもう勝ち確だ。最後は綺麗にスマッシュして入れたいね。ガラキだぜとか言ってね、最後はスマッシュして入れていきたい。あー1点入れられたか。まあいい、まあいい、綺麗にスマッシュして入れたいな。自滅すんじゃねえぞ CPU、絶対俺が綺麗に入れて見せるから。あー今のは自滅だな、ちょっと気持ちよくないけど、まあ勝てたね。やばい CPU でも勝てるってことか。意外とでもね白熱する、これめっちゃ楽しい。でエアホッケーをクリア、全部なんかこのコンプリートしたらなんか得点みたいなのあるのかな。さてそれじゃあね、最後はこのスピード、まあみんな知ってるよねこのスピード、瞬間勝負のカードバトル。これもねやばい CPU としたらめっちゃ強いんじゃないかな、まあ、これねきっとみんな知ってると思うかな。ジョーカーどうする、ありにしよっか。ジョーカーありにして、まあ早速やっていきましょう。普通の強さがどんなもんなんだろう。さてこれは11、12、そしてあないな、あ13だったら1が出せるか。そして1 OK で7、13でしょ。あ結構コンピューター遅いね。でも俺ないぞ、出せるのない、どうしよう。これはあ待って出された、10出そう。で9で、ここもう一回9いこうか。で11出せるカードない、2 OK 3コンピューターのめっちゃ邪魔してる。で、あ、で5、6、7で9出そうか。で8で12、13の結構早いんじゃない僕ね、結構いい線いってるよね。で5、4、3、2これ勝ったね絶対勝っ、え、普通に負けた待ってこれ悔しい。次はね絶対勝ちたいと思います。7だな、これ7しかないね。いけ、で8で7 OK、 そして次はもうないな。で4で10出そうか。19 OK、 やつより早く出す。でジョーカー出すしかないよねあの人も。で2出そう、1で3、次はもうない、ないね。あ、俺出せるのないぞ。12、11そしてもうないか、出せるのやばい、出せるカードがない。 OK、 2、1で4、5、6で13でしょ。ジョーカーの11の10、これ勝ったね、これはさすがに勝ちましたよ。 OK、ちょっと本気でいけばこうちょっと本気でいけばこうなんですよ。さてそれじゃあ次は強い CPU とやっていきますか。1ランク上がればどんだけ強いんだろう。これコンピューター有利な気するんですよね。てか俺出せるのなくない、速攻。8、7、あ意外といけるかもしれない。で、あ結構続いてる俺。あ待って、違う違う、12でどうしよう、11、12、13でいこうか。で1、2ので4、2で5で10にしよう、9、10そして1、13
で、ジョーカーの9、8、あー8取られたか。で、4、3、これ勝ったねこれ絶対勝ったわ。さて次は、まあこれ待ちでしょもう。で、6、あと8だよ。よし、終わり。さて今度はね、すごい CPU です。これ楽しいね。コンピュータ相手だけど、これね、ほんと誰かとやるのもめっちゃ楽しいかもしれない。で、10、あ、早っ、めっちゃ早いぞ今回。10、8、待って待って、11置こうか。11置いたらあいつ12置いてくるでしょう。置けるのないな。で、8、11、 OK、 よし、12、 OK。 これはどうしよう。あー、ジョーカーを置いてきたら、よし、 OK、 1、2、 クソ、お体、2、そして13で出せるカードがない。で、13出そうか。5、4、で、6、7で、1、7、6、あー早いなめっちゃ早い。で、あ、5は受ける。そしてこれ勝ったね。 OK、 よし、強い CPU に勝ちました。ラストはすごい CPU で終わりたいと思います。やばい CPU か、俺またさっきすごい CPU とか言った気がする。さてどんだけ強いんでしょうか。めっちゃ速そうだな。よし、最初2出そう。2、3でいこう。2、3でいこう。2、3、 OK。 で、早っ早っ、めっちゃ速いこの人。ジョーカー出して、ちょ待って、よし、これどうしようか。ゆっくりいこう。相手は出すのないからね。で、右に9置いて、で、8のとこ7置こうか。そしたら6出してくるでしょう。で、10、めっちゃ速いこの人、相当速い。出すのないな。で、5、6、で、4で、2、12、あー13で、11、19、そして8、6で、1、13、12で勝った。よし、うわ、でもめっちゃ敵早かったね。今回カードがたまたま僕良かったのかもしれない。コンピューターの方が多分早かったな。お、ラッセルがプレゼント持ってきた。なんだろう、新しいトランプをプレゼントする。おー、かわいい。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、そういうのいい。はい、それじゃあね、今日の世界の遊び対戦はここで終わりたいと思います。ちょっと発売日にできなかったのが残念ですけど、このゲームね、ほんとめちゃくちゃ楽しい。それじゃあ次はね、他のゲームもね、すごい CPU をね、どんどん攻略していきたいと思いますんで、次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。